アリサ。善と愛にそのすべてを捧げ。この続きは？公理を欺くべからず。その通り。いいかい？ルールと秩序を守ることで私たちは本当の家族になれるんだ。はい。善と愛にその全てを捧げ、公理を欺くべからず。これは、お父様の実験。そんな。正義、秩序とルール。今時そんなの信じるやついるかよ。何が善と愛のためによ。生き残れるだけで十分でしょ。違う。違う。正義とはこうじゃないはず。だからこの目でしっかり見定める。私たちと共に戦ってください。まずは姉さんが先陣を切る。そして私のこの矢で審判を始めます。姉さんは作戦通りに動いて私と連携するの。審判の領域内では私が攻撃を放つたびに敵に罪証を刻みます。出力不足の場合はスライドステップを駆使して力を貯めてみてください。審判の天秤が水平状態になれば私たちの正義の刃で敵の虚毛を打ち砕きます。暗闇が広がる限り私たちは進み続けます。